はい。えー、それでは都道府県シリーズ、佐賀県に入りましょう。それでは問題です。まずは地理ですね。えー、北部には玄界灘。そして南部は三大干拓で有名な有明海ですね。ここは何度もしつこく聞かれる。とても重要なところですね。そして、筑後川が流れていますよ。筑後川。 九州の北部の大きな川、筑後川ですね。ここは、つくし平野。名前がちょっと似ています。つくし平野の筑後川。しっかりと区別できるようにしてくださいよ。つくし平野は九州一の、えー、米作り。えー、そして、水路。えー、この、えー、特徴的な名前ですね。クリークと呼ばれます。 水路のことをクリークと呼んでおります。しっかりと覚えましょう。農業としては果物。ハウス栽培のみかんということですね。佐賀県みかんですね。で、全国1位ということですね。そして野菜としては玉ねぎが全国2位ということですね。まあ、このあたりの全国順位は、えー、毎年変動するところですのでね。 えー、毎年チェックしなければいけないところですけれども、まあ、えー、とりあえず、えー、みかん、玉ねぎが盛んですよというところをしっかり押さえておくべきでしょうね。都市と工業としましては、伝統工業の陶磁器。これは3つまとめて覚えておきたいところですね。それぞれ焼き物の名前にもなっていて、唐津焼、き、伊万里焼きですね。伊万里。 伊万里焼、そして有田焼。それぞれ、唐津市、伊万里市、有田町ということですね。伝統工業の陶磁器。まあ、お皿ですね。盛んです。歴史としましては、弥生時代の大規模な集落。これは、吉野狩遺跡。歴史で間違いなく、えー、覚えなければいけないところですよね。 佐賀県にあるよということで、えー、ここで歴史と地理を関連づけましょう。そして、えー、大熊重信の出身地。かつて、非、え、前、ー、の国と呼ばれたわけですね。佐賀県は非前の国ということで、まあ、幕末に、幕末として明治維新の時代に活躍した人たちが排、えー、出された地域ということになるわけですね。 以上、佐賀県でした。